キキギル。どうも私はリュウです。山中中太郎です。その俊太です。吉田慎太です。塩崎大地です。お願いします。お願いします。はい。じゃあおはようございます。おはようございます。朝早いですけれども、一発目からキキ牛乳ということで。キキ牛乳。まあでもさ、牛乳って朝飲むじゃん。朝にぴったり。確かにね。だからもう今回これもう僕らの中では飽き始めてるんですこの企画。なんで。いやもう1回撮って2回目企画して遅れになってるからこれ3回目なの。そうなんですよ、実は言うとね、実は3回目っていうか企画に出るのがこの撮影を回すのがだから今回満を持して3回目ということで皆さん初回の気持ちでやってくださいね。満身創痍でいきましょう。満身創痍全身全霊で出てきました。こういう感じでなんで朝やってんだろうボケの。はい、ということで、今からですね、5種類ですか？5種類ですね。はい、5種類の牛乳を用意してもらいました。値段が違いますね。値段が違います。一緒でしょ、別に。では、今回、そのいくらかを全部言わずに飲んで、どれが一番安くて、どれが一番高いかをね、みんなでこう決めて、まあそれぞれ決めて、個人戦で対決ということで、誰が一番こうミルクのことを分かっているのかっていうね。これ大事だよね。ミルク王ってことだもんね。いや、そうですよ。やっぱさ、僕たちミルクっていうグループ名で、やっぱ牛乳の CM とかさ、今後ね欲しいじゃないですか。おかしくない？何がですか？まだゼロなの。確かにちょっとあってもいいよね。俺らが入る前もやってなかった。ない。もちろんね。もうちょっと盛るけど10年やってきてゼロだよ。牛乳のコマーシャルね。牛乳の CM 考えてるね、制作会社の方とかね。てか何でもいいから CM 待ってます。何でもいいや。じゃあただ CM 欲しいだけじゃん。でもこれ頑張んない。これ全員当てたらもらえる。あ、そうです。確かに確かにね。さすがにそれはそうだね。どこにプレッシャーかけてるの。だしそんな甘い世界じゃない。外したやつはその CM 出れないかもしれない。なんで出れない。そうですね。本当に決まった時この企画もう一回やる。うわあ、その製品でやりましょう。そのブランドでめちゃくちゃ宣伝しますから。ということで早速キキ牛乳やっていきたいと思います。はい、ということで第1問の A が来ました。はい、これお水ですね。そうですね。正直な感想言っていい？こんな牛乳真っ白やろ。なんか色おかしいよね。なんかさ、真っ白やろ。パッと見ねって。おお、びっくりした。飲んだかと思ったら。いや、水ね。なんか滑らかさはなさそうな空気ある。わかるわかる。言い方悪いけど、シャビシャビ感ある。そうそう、濃厚感ないよね。水っぽい。わかんない、見た目がまず。うわー、これあれだ。もう、俺馴染みある牛乳だこれ。あ、あれですね。俺も馴染みある。もう一口でいいわ。でもなんか成分無調整感はありますね、やっぱね。むずいなこれ。いや簡単じゃない。これはまあこれはわかるけど、こっから200なんかその差がどれだけわかんないやん。そうだ、瞬間撮ってないんだ企画。撮ってないんだ俺。あの時受験してた俺。じゃだから俺らちょっと一回あれやってるからまだね。わかるんだ。置いといていいの？企業努力とかもあるからそれも考えなきゃいけない。企業努力で安くなってるみたいな。ああ、それはありますけど。ついな。いやでも違うのよね。全然違ったよね。いや違います。まあ次いきます。なんかヨーグルトみたいな。やっぱね振った時やっぱ重たいよこれ。重い。重たいっすよ。確かに持った感じ重たい。それだけだろ。いい飲む？いきます。いただきます。うわー、うわ、すっごっ、全然ちゃう。なんか後味もすごいよ。でもちょっとさ、なんかもう絞れたてすぎない？なんかさ、だから高いんだよ。風味がさ、芝生をこうサササってやってきた風みたいな匂いがする。じゃ違うの。もう本当に純粋ですみたいな。わかる。パッケージ本当に牛がそこの目の前にいて、そう絞ったやつその場で飲んだみたいな。すげえ。これさバターみたいな。それでコクはないよ俺の中で。まあでもいい位置にはいるんじゃないかな。ペットボトルに入れてバター作るやつの原材料みたいな。王様の牛乳って言ったら王様の牛乳感っていう、そのもうシンプルでかつ上品でも一歩足りない感あるよね。これ1位かなって感じだよね。いや1位じゃないと思うよ。いや、分からんよ。1位あるよってさ、1個足りない感あるよ。1位って体に良くて、なんかさ、その害なものが入ってないみたいな。このぐらいオーガニック、オーガニックの例えばね、英語っぽく言いそうでカタカナだった。いやいや、A のは変わりますよ。色味が違います。本当だ、ちょっと黄色いね、A の方。C と C の方が純粋そうな。A がもう真っ白すぎんだな、これ。いただきます。いただきます。なんこれ。置いとけてた。あ、なんか豆乳っぽくね。いや、あのさ、なんかケーキ、なんだ。ホイップなんていうか。あ、そうそう、ケーキ。そう。ホイップこれ。てか、待って、こんな違うんだね。違うね。で、俺 C が一番今のとこ好きかも。あ、本当。甘い。なんかパンみたいなやつ。ホットケーキ。パンケーキ。あれするの、パンみたいな。メープル。いや、パンっぽい感じ。なんていうんだろうな。菓子パンみたいなやつ。剥ける香りが全然違う。抜けが菓子パンだね。抜けパン。逆に C は今まで飲んでた牛乳とちょっと馴染みないかも。うん、馴染みないね。あ、もうこれ全然ちゃうやん。 B 飲んでみ、今。いやいやいや、楽しそうだね。 B 全然ちゃう。もう分かるわ、これ。全部違うわ。え、分かんないけど、どうの味が高いのか分かんないな。わけ、まあ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 、自分の人は信じるしかないな。じゃあ D をお願いします。 D、 ちょ、色見てよ。うわっ、何、いや、匂い嗅いでみて。え、うわ、全然違う。え、チーズが匂いだね。おった、チーズ。いつも家で飲んでるやつだ、これ。え、お前こんなやつ。本当に。いただきます。いただきます。え？うわ。ああ、これやばいね。これすごい。何これ？新感覚。あ、俺新素材。この酸味っていうか、ちょっとこう塩味っぽいのは苦手。やっば、これすっごいよ。すごい。さっきと逆だね、甘さがあったけど、しょっぱさって感じがどっちかっつったら、なんかもうパティシエが使う牛乳みたいな。ああ、だからなんかこう本格的な、なんか飲むよかったらちょっと微妙なぐらいだよね。そうだね。食事のスープとかに入れる。ああ、そうだね。ポタージュっぽい。初めて飲んだわ、これ。すごいな、これ。これもすごいな。お、一番好き。キャラメル。一番好き、これ。鼻から抜ける香りがキャラメル。なんちゃら牧場って書いてあるでしょ、これ。これ今頭の方が。あ、トカチかな、これ。うまい。いい、うまい。キャラメルだね、これ。いい、うまい。これランキング高いわ、絶対。その値段的なあれじゃないけど。うまい。リピーター続出しそう。うまいね。リピーター続出、大ちゃん。じゃあ、メンバーに例えて A から E を。あ、それ、A は誰？まあ A はまあ王道みたいな感じ。中山さんの流行と。おお。B と同じ。オーガニック系。俺じゃね、オーガニック。あ、まあ意外とね。オーガニック系。Cは？なんだっけ？ちょっとね、バターみたいな。バターが合うんだけど。まあでもベト系じゃん。で D の一番濃くてなんか塩っぽい汗っぽいがあってなんか汗よくないです。芸能人もなら。おい。それ言いたいだけのために言ったからね。でもこれいっぱい。じゃあ揃いました。じゃあさ、飽きる早い。もうなんかいいからじゃないんだよ。いけましたなんとなくは。ちょっと考えましょうか。マジわからん。ちょっとマジわかんない。傘はわからん、これ。味が違うのはそのわかるよ。いや、C と B の違いあんまわかんないんだよな。C と B あんまりわかんない。いや、全然違う。みんなの回答はこちらです。オープン。じゃん。さあ、じゃあ僕から発表しています。はい。安い方から。A、E、C、B、D でですね。まあ6個あったよ。いや D です。D が2個あるんですけど、まあ普通に A が安いかなというところと、シンプルに俺は色の濃さで選びました。黄色い方から順に白くなっていくっていうまあイメージで選んでみました。はい、そんな感じでございます。何か意味あった？いいだろ別に。目視で OK。なしゅんちゃんは？僕は A、C、B、E、D ですね。お、違いますね。うん。この3つは大体合ってるかなと思って最後 D と E がもう未知の領域だったんでここはもう勘でいきました。ああ、D と結構違うね。逆だね。でも E の位置も全然違う。あ、本当だ本当だ。ああ、へえ、意外と違うね。結構違う。こうちゃん、私の順番はこちらですね。A、E、C、D、B だから B、B いった。僕は B が上だといったしましたね。これはちょっと賭けですけど、だから B はさすがにちょっともんなことないかなっていうのでこれにしました。僕は A はみんな一緒でしょ。 E がやっぱまあだよね。なんかね、どんな感あるからやっぱね、これは意外とまあ普通スーパーに並んでるちょっと高いぐらい、これが飲みやすいぐらいで、ここで B なんだ。ここで B、 これは多分オーガニック系なんだけど、多分ここの2つよりは多分安いんだよ。まあ600円ぐらいするかなぐらいなんだけど、オーガニックってそんなでも買える値段だから、まあ B で、で D はさっき言ったみたいにちょっと調理用で、 C もちょっとそっち系用かな。みんな違うね今のところ。全員違いますね。さあ、はい、200円、258円、400円、700円、2000円です。はいはい。どんどんですね。何なんか A C A C E D B。同じ人いる。いないです。いないんだ。全然違う。じゃあこれピタリ賞あるね。これワンチャンあるね。めちゃめちゃあるよ。あるよですよ。じゃああるよってその他にもバリエーション。これは硬いきついけどね。A と D は結構近いから。これさ、B ある？いや、B 以外ないと思うよ。マジで1年間牛乳をおごる。多分今までおごる系で一番数少ないと思う。外で牛乳飲むのマジで。マジで食べてほしい。上の値段だけ当てね。え？一番上の値段だけ。いくらかね。なんとなくね。1リットル3000円かな俺。3000。1リットル3000円。これ753,000円とか。うん。頑張る。さっきの数字、この木、これ、4000円あるんじゃない？ある。4000円やらないと、4500円、10倍で2000円じゃん。だって200円だとして一番低いのが、で10倍以上とするから、3000円あたりが妥当だ。3000円ぐらいだろうね。じゃあ4000かけよう。4000円ぐらいで。じゃあ俺2500円で。じゃあ6000円で。なんでなんで上行った方がいいかな。これじゃ500円ぐらいになるよ。初めのやつなんですよ。じゃあ結果を聞いてみましょうか。はい、1人賞欲しい。うわ、逆の気してきた。頼む。一番お買い得な商品は185円。商品は C です。ガチで？めっちゃ高いところ置いちゃったよ俺。これそんな。ああ、待って一回飲むよ。ちょっと飲みにくいもんでも。あ、本当。これが？これ安いのか。ちょっとさ、温度もあるかもしれないね。甘く感じるじゃん、温度が低い。これ濡れなと思ったのよ C。マジかよ。もしかして脂肪がないやつ？あるんですか？いや、あると思う多分。あると思います。皆さんピタリ賞。いませんでした。一発目から。ガチか。結構こうなっちゃうか。まあじゃあすごいね。次お願いします。うわ、もうシーンみんな分かる。4位。321円。お、結構する。うわあ、逆か。ここはもう疑ってなかった。もうさすがに。じゃあ次3位。第3位は。1441円。高っ。 B です。3位 B 当たってる人。そうですかい。わあ、じゃあ俺ピタリやってよ絶対。500だったらお前ワンチャンある。じゃあ2番目に高いのは何ですか？2番目、1500円。ああ、高いや。 E です。惜しい。俺やらかしてるわ。じゃあ俺も全然違うわ。 D、 最後の D いくらですか？でよ、最後の金額2250円。まあそんなもんか。正解は CABEA ということで、うわすごい出してる。やっぱそうじゃん。低脂肪のやつじゃん。ほら、脂肪のやつ。だからだ。いいわ、北海道。あ、十勝だ。ほら、合ってるやん。このピーナッツさ。キャラメルの味すんだ。熊本。あ、そう。すごいね。ちゃんと塩1リットルあたりで出してる。だっけな今。だからやっぱうまいわ。美味しいわ。期待値なしということ。うわあ。これこの固定概念本当にね。一番好きな牛乳はどれでしょう。ちなみに。いいです僕は。2番目にやつ。ええだな。これですね。美味しいな。馴染みって大事なんだね。そうだね。馴染みのある牛乳ってさ。いいんだから僕らもそういう存在になりたいよね。うわー、そうだ。なるほどね。いいし、はい、なんか別に値段じゃなくてさ、国民の皆さんに寄り添っていってやっぱ馴染みがある、安心できるなミルクって言ってもらえる存在になれたいよね。そういう企画だよね。この企画多い。これボツだったわ。これボツ。違う理由だったかもね。もしかしたらどのタイミングでボツになった。まあでもこれね、じゃあ。第2回あるか分かんないですけど、分かんないけど、でもとりあえず分かったことは牛乳と奥が深いなんていうこと。奥深いね。本当いろんな牛乳入ってほしいよみんなに。そうそう、だからね、ちょっといろいろだからこう旅行先で行ってみて牧場とかあるよね。そこでちょっと買ってみたりしてみたら意外と牛乳っていろんな味あるんだなって楽しめると思うんで、ぜひね牛乳いろいろ触れてみてください。はい。以上僕たちはミルクでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。30万人目指してます。いかない。なんで疑うんだよ。